かさ、マジでさ、あれなわけ。メイクしないの、マスクの中、ここ。あと今日は前髪がまたうまくいかなかったので、あ、クマありがとう、イエイえ、なんか今日綺麗じゃない？メイクポーチの中、ほら、あ、なんかついてる、ついた、なんかついてたなんかついてたな、なにこれ、あ、マスクの繊維だ、袋じゃないよ、うん、眩しい、え、なにごめん、わかんないけどメイクしない、リップとチークだけ塗っていい、うん、うん、どう、じゃあ今日の、ごめんなさい、今日の帽子ね、かわいいよね、なんか髪が伸びてきてね、すごい寝癖がいっぱいつくの。今日は待って、今日買ってきたんだコスメなんだけど、待って、チーク、チーク、チークを塗って、出来上がり、はい、できました。今日はなんかさ、昨日なんかね、配信中にさ、なんかメイクポーチの中身をこうやってなんか立てて遊んでたんだよ。そしたらなんかコスメどっか行ったわ、普通に遊ぶなってことだったのかわかんないんだけど、これとこれを買いました。ペーン、そうなの、なくなったよ、なんか、そうなの、とこれはなんかもう元々どっか行ってたんだけどメイベリンのハイパーシャープライナーですね、ブラウンブラック、これはねめちゃめちゃいいよ、やっほーえ、そうなの、なんかどっか行ったんだよね、旅立つ日が来ても私は忘れない、あ、いた、開き方が立つとよく言われます。これは眉毛インテグレートのビューティーガイドアイブロウ、多分15本は買ってる、いや20本は買ってるんじゃないかなと。これもどっちもリピ買いのやつです。アイラインはもう絶対これ、今のところそんなことあるよ、そんなことないよ、そんなことないよ、ララ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 ラ、ラララララララ、これ買った、見て、これ、じゃあみんなにクイズ、これは何でしょうか、光すごいなこれはなんだ、ブーピアスじゃないです、そう、正解
正解の人がいました。イヤーカフです。鼻ピじゃない。なんかピアスが今さこうじゃん、こうじゃん、こっちがこうじゃんでさ、こっちがこうじゃんこうじゃん、なんかばでなんかこうバランスがさ悪いんだけど、でもなんか開けるのも怖いしなんか増やすのもなと思ってイヤーカフを買ったの。あ、ちょっとつけれないですね。つけれました。ほらなんかさ安かった、600円。こうなるとほらバランスが良い可愛くない？開けてないのに開けてますマジ開けてる人みたいじゃんね。えほら本来ならば何個開けなきゃいけないのでしょうか、と開いてないんですね600円だった、めっちゃ安いうん、負けたと待ってたいたのねってね、待って今日滑舌がやばい、うん、あ、テロップ加工、今日はねこれしてほしいんだよ。今日はみんなにしてほしいことがあったんだね。コメントしてほしいんだよね今日は、よりやっぱりコメントはいっぱいあった方が嬉しい、うん、日向坂さんで誰が好きですか。他のいとこがめっちゃ好きだよいとこがめっちゃ好きなんだけど、誰が好きって言ってたかな、わかんないけど、なんかでなんか私とお姉ちゃんがなんか特にっていうかどの方もメンバーさんも可愛いじゃん。でなんかなんて言ったかな、なんか茶髪なんか髪がなんかあんま長くなくて、なんかこんななんかああいう子、あの子可愛かったみたいな、アバウトに言ったらもういいとこが、ああ多分それなんとかだわみたいななんかちょっとすごい好きみたいです、私のいとこうん、ガチでびっくりした。でも分かんなかった誰ったかな、ちょっとね結構去年の話で忘れちゃったなそうなのね。みんなも、あ、これねイヤーカフのちょっと良くないとこはこうやってぶったら落ちちゃうとこですね。はい、普通で髪が短いのはあゆたよ、確かに待って落としちゃったって。いとこ、私の身内はですね全然あんまり興味が、 NGT とあんま言ってくれないなあ、おばあちゃんとかはめっちゃあのね、ね、待って、つけれなくなっちゃった。あ、つけれた、ね、そう落としそうと思って検証したんだよね。なんかさ私さその道歩いててもピアスとかよく落としちゃうのね。でピアス落としちゃうからイヤーカフってより落ちんのかなと思ったのねで検証したらこれつけたまま寝たんさ落ちなかったから多分いける気がするわかんないけどコメントして。いや簡単に落ちないんだけど、なんか私その日落としちゃったんだよなうん、寝る時もつけてみたの。そうキャッチがよくなくなっちゃう。なんかこれはなんかちょっとガバガ、これはとかピアスさつけてなんかガバガバしてるなと思ったらさ、あ、キャッチがなくなっちゃったみたいなのとか、キャッチこうやってはめようとしてたらポンって手から離れて
何水場に消えてなくなられちゃったりとかある。そうなの、横に寝れるよ、寝れるけどな、こっちはちょっとなんかたまに安定しないと痛い。最近おすすめのメイク、メイクじゃないごめん、ラーメン屋さんだった最近おすすめのラーメン屋さんは、どこだろう、どこかなどこだろうな、間違えたんだって。なんか間違えた。なんだろう、どこかな。どこかな。昨日ホタルクで乗せたラーメン屋さんはジコンです。東区かな。ジコン。ジコンに行くと北原さんのサインがねある。駅南にもできたの。あ、そうなの？知らんかった。そうなんだ。ホタルクのラーメン。そうジコン。味濃いめで、中華そばも美味しいし味噌も美味しい。昨日は中華そば食べました。中華そばは玉ねぎが、玉ねぎがめっちゃ美味しい。玉ねぎと、あとは玉ねぎが美味しいのと、あとそう、あのね、岩のりもめっちゃ美味しいで、そう結構なんだろうな、なんだ、ご飯が食べたくなる。そう、玉ねぎ乗ってる系。あ、そうそう、純系の背脂。そうです、そうなの。大盛りで食べた大盛りで食べちゃった。大盛りとご飯を食べようと思ったんだけど、本当にやめた方がいいって怒られてやめました。わかる？背脂系ってさ、ご飯一緒に食べたくなるの、わかん、誰か分かってくれる人いないかな。まあ味噌もそうなんだけど大盛り食べれちゃう全然。大盛り食べれちゃう。そう、ご飯欲しくなるよね。私ね、チャーハンよりはね、白飯ってか、もう白飯、白米が好きなの。もともとなんだろう、ラーメンに限らずなんだけど、もうご飯が大好き私は。そうだからね、チャーハンと白米だったら白米の方が好きかなっていうそう、白米がね、白飯がいっちゃいいよね。なんかそのさ、一緒に食べたいのね、ラーメンと一緒に。ラーメンの邪魔をしないで、まあ、チャーハンはチャーハンの良さがあるじゃん、いろいろ、なんかそのお店によってのご飯とかさ。そうなんだよね、ラーメン以外好きなの、肉、寿司、魚、もやし、キャベツ、あ、お餅。でも焼き餅は食べれないんだよな、あんまり。あ、好きなんだけど、結局餅は何でも好きってなってるんだけど、焼き餅食べれない、ちょっと嘘だわ。あのね、あの鍋に入ってる餅とか、お雑煮の餅が一番好きです。はい、あと炙りサーモンね。はい、そう、もう溶けそうで溶けてないみたいな、ほんと溶け寄りのお餅が好き。そうなの、もうドロッドロのお餅が好き。そうそうそう、に似てる系が好き、かな。あと15分だ。ラストアイドルさん、
僕が欲しいものとは。モロニーちゃん好き。美味しいよね。え、そう、 NGT めっちゃ始めてんだよね。もうほんと嬉しい。動物の森、はい、私のね、なんかその一言書けるんだよ、プロフィールみたいなのに。ペロペロって書いてます。うん。そう、めっちゃ嬉しい。そうなので、みんななんかやり方分かってなくて可愛いの、うちのメンバー。うちのメンバーは機械音痴が多くてね、どうやったらフレンドになれるのみたいなのみんな聞いてきてね、かわいい。そうなの。なんかそのね、マイページから行って登録したらできるよって、あとはどうやったらリセットするのとか。そういうのがね、なんか何にもわからなくて、みんなかわいい。かわいい。そう。何、まるまるもりもりはいないのって、どういうこと？機械好きなんだよね。私のあつ森はね、なんか写真撮ったかな、島の名前言ってもいいんだけどさ、恥ずかしいな。うん。30秒の動画あるよ。あの、蜂と30秒戦って負けるっていう動画がある。なんか、なんかその、立てな、なんか蜂がね、なんかこう、木を揺すってると蜂が現れて、蜂に顔が刺されちゃうね。で、それをよ、なんかその、まあ、逃げ方としては、建物の中に入る。か、網で捕まえる。なんだけど、なんか建物の中に入らずに逃げるには何秒耐えれば勝てるのかと思って、で、なんかスイッチってここのボタンを押すとスクリーンショットみたいなのができて、長押しすると動画になるんさ。で、動画にして、まあ、30秒しか撮れないから、ちょっと本当はね、もうちょっとあるんだけど、押した後の押した後のその前の30秒間が動画になるんだけど、動画として保存されるんだけど、本当はもうちょっとあるんだよね。これ走ってる途中だから一生懸命逃げてるんだけど、もうずっと砂浜を永遠に走ってんのよ。こうターンとかしちゃったりとかしてね、本当に逃げてんだけど負けたんだよね。8名。いや、ナイスランだったと思ったんですけどね。うん。そう。なんか面白い写真ないかな。あんま写真撮らなくてね。あ、そうなの？これ YouTuber みたいなことしてんの？わかんないんだけどさ。そうなの。あつ森は何時間してますか？何時間だろう？南半球だよ。あ、見えないね。なんかスプラトゥーンとかポケモンとかのプレイ時間は見れるんだけど、なんかまだあつ森のプレイ記録は見れませんね。何時間やってんだろう。うん、見れない。まだ何時間ってなんか出てない。そうなの。南半球おそろい。南半球いいよね。スプラトゥーン何時間だったかな、消しちゃった。1000いってるかいってないかだとかな気がする。どれくらいだろう。そうなの、そうなの。みんなでやれたら楽しいよね。北全然今魚釣れないんでしょ、今冬だからみたいな。そうそう。うん、いや、多くないんじゃない、あんまり多くないと思うよ。ジンベエザメ釣った。
ジンベエザメはあのね釣ったジンベエザメは何回かも釣ってるんだけど、博物館にもしてるんだけど、あのジンベエザメは可愛いから家の中にも一匹いる。シラカンスも釣った。島の名前、これみんな言ってんの？島の名前言っても何にもならない。これみんな言ってる？今の島の名前。だからかわいいんだって。うん、ペロペロ島じゃない。うん？あ、じゃあ肩書き教えてあげるよ。肩書きはなんか肩書きがあって、なんか私そういうのってなんか適当にしちゃうんだよな。言わない方がいい？そうなの？言わない方がいいの？そうなの？ハッピーホームのプロデューサーだったんだけど変えた。 100% ゴミにした。今はね 100% ゴミ、ペロペロって書いてある。嘘。え、変えできるんだって。伸ばし、なんかいいかな、なんか適当なんだよね。え、そう、そんなセレクトあるんだよ。私のパスポート見せてあげるじゃん。このパッて一瞬ね、一瞬見せてあげるよ。私のアイコン、ちょっと反射しちゃう。はい、バブー。見えた？見えるか見えないかぐらいで、まあ、バブー。マジ適当なのよね。見えなかった？見えなかったか。どうしようかな、じゃあ。うん。パスポート写真。あ。これでいいじゃん。これだよ。こうやれば見える。こうですね。はい。かわいいでしょ、バブ。これです。そうなの、なんかおしゃぶり拾っ、なんかおしゃぶり売ってて、おしゃぶり買って、なんかサングラス降ってきてサングラスかけた。そうなの、髪色は金です。肌、ひなたんにも言われたんだけど、肌めっちゃ白くしてたら、なんか、え、なんかあやの肌の色違うよって言われた。あやの肌の色それしなくないって言われた。ひどいよね。本当に。割とこれ標準色なんだけどって言ってきました。そうなの。今何時だ？7時、あと4分か。もう肌の色に関してはなんかもう誰も味方がいないから、もういいんだ。みんなも肌の色に関しては味方になってくれないから。
そうなの、イエベなの、マジでイエベ。うん、そうなの。公演したいよね、本当に。ね、そうなの。でも今後なんかすんのかな、 DMM のねイベントとか、イベント無観客のとかまたするのかな。ね、ちょっとアイナ御殿以来ちょっとね私何も出てないんで。そうなのよ。ね、公演配信ね、そうなんだよ。そう、なんかなんて言ったっけな、マネージャーさんに聞いたんだよ、なんで私はでけえもんだっけ、なんでしたっけ、でけえもんクラブ、でかいもんクラブ、大きいものクラブ、大きいもんクラブ。そのでかいも大きいものクラブになんで私は入ってないんだって言ったら私も入れてって、なんで私も大きいのにって言ったら、なんかなんて言ったっけな、私のこと150センチだと思ってたんでしたっけ、158ぐらいだったなんか150 大きくない、私160センチあるのになんか大きくない、なんかオーストラリアのえ、そうなの。そうし、なんか身長をなんか大きいって思ってなかったみたいで入れてくれなかった。悲しい。うん。そうなの。だからなんかね、私もなんか出たいんだよな。ゲーム配信とかいいと思わない。あ、7時だ。ありがとう、教えてくれて。よし、終わるかな。ゲーム配信したいよね。これメンズだからすっごい大きいんだよな。うん。早いね、早いよね。明日は何時かやろうかな。4時。あれ、何て言ったんだっけな。3時半だか4時だかどっちかって言ったな。ちょっと待って、メールするわ。待って、ごめん。ちょっと間違えた。4時とか言って、さっきなんかスタッフさんに何時からするって言ったんだけど、ちょっと忘れた。3時半だか4時だかはちょっと忘れちゃった。します。はい、コメントしてくださった皆さん、なんかコメントしてって言ったからか、初見のマークついた人がコメントなんかちらほらしてくれたりとか、みんなもコメントしてくれて嬉しかったです。ではみんな、お家にいるかわかんないけど手洗いがちゃんとするんだよ、気をつけるんだよ。はい、見てく、昨日もすごい見てくれた皆さんありがとうございました。1位がうんさん、2位がうんさん、3位がうんふんでした。ありがとうございます。4位、5位、6位、7位、8位、9位、10位、10位、ありがとう。バイバイ。